皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月26日、21時13分です。今日裁判所に、テレビ局 の、 その出演者の人たちとの受け答えの映像などを、ブルーレイディスクに、録画して、裁判所に提出して、喋ってる内容だとか、それプラス未来の時間軸からの声、心の声、頭の中で考えてる内容に反応して、スタジオで喋ってる部分等も、見受けられまして、その部分の説明とかも込みで、一応書類を作成して、一部提出しました。一部っていうのはスポーツの勝ち負けのところに関してはまだそれ用の、証拠の動画だとか、そういったものを提出できてないんですが、その中で、以前、桂の宮家の、義人様、ずっと僕ひろひと様ってこう言い間違えてた時期、これ以前も同じパターンだったと思うんですよ。で、それ漢字が義人様と、ひろという漢字は一部分は似てますけども、なぜその名前が出てくるかって言ったら、その台風消滅だとかなんだとか、そういうふうな話で、昔報道ステーションに石川博子という、気象アナウンサーがいましたと。で、その辺の話とこうごちゃごちゃになっていて、これ昔からなんですよ。義人様のことを広人様って、言い間違えたりするような内容で、何かを見て、そう呼ぶようになってると思うんですよ。何かこう表記とかで、そういうふうに文字が変えられていた可能性があるか、ウィキペディアで、ウィキペディアで見たら、この間は義人様でした。で、その中で黒柳徹子の部屋っていう番組が以前あったわけじゃないですか。今も放送されてましたけども、もうだいぶ前から車椅子状態で、現在の年齢見たら91歳であると。で、人も昔フルーツラパーク1997年くらいに来てるんですよ、司会者として。で、髪の毛ほどいたら地面につくぐらい、つきそうなぐらい髪の毛は長くて、髪の毛ほどいてる時の姿は、パッと見た時にまず黒柳徹子さんだということがわからない。で、その徹子の部屋という番組に出てる、現在三笠宮家の、明子さん、と僕が喋ってる内容の受け答えの、文章化してるもの、だから、たま、再放送なんですよね。近日放送された徹子の部屋に関して。だと思うんですよ。もう91歳でスタジオなんか来ないでしょ。来れないでしょ。車椅子でスタジオに来ていたのは何回か見たことあるんですけども。だから未来の時間軸云々の件と、話が全然噛み合ってない部分と、だから再放送に関しては、再放送の再っていう表記が、入れられておかなきゃならなかったのに、今までのテレビ番組に関してはですよ。だけどもそれをしなくなってしまった。ずっとこう、仕事の仕方がずさんになってるような気がするんですね。多分、以前の映像の、明子さんと、受け答えをしてる、今年の8月9日の件に関して。で、その内容も、秋篠宮佳子様たち宛ての内容で、裁判所の方から郵送されると思います。そういったところも見てもらって、社会崩壊っていうものが、ものすごいスピードで、進んできてるなというのが、私の実感です。で、特に東京オリンピックが始まっ
ってからですね、スポーツに、まあ始まる少し前から、極端にスポーツに傾斜がかかりすぎていて、で、まあバスケットボールの体育館があるのになぜか、これだけ人口はずっと減り続けてるのに、バスケットボールの体育館を作るだとか、わけのわかんないことばっかり、国全体が行ってしまっている。で、これどうなんでしょう。自民党の皆さんの方じゃ、建築業界を抑え込めないんでしょうか。なんかその辺のところは僕見ていてもよくわからないんですよ。安倍政権の時にエネルギーの残存問題で、ガソリン車の生産停止に関して、まあ世界的に2035年のところで、一旦の形はつけれましたと。まあこれもともと言い始めてたのは僕だと思うんですけども、そのエネルギーの残存問題のガソリン車生産停止に関しては、ワンサイクル遅れてるっていう動画先に公開しますけども、まあそれ見てもらったらわかる通り、オリンピックとガソリン車の生産停止が入れ替わってしまってる。それが公営病院に通院させられていた件と、まあ時期を考えると、その後都政六法のっていう話を、動画で上げてますけども、まあその映像を見てもらって、その昔の時間軸の秋子さんからしたら、僕との受け答えに関して、なぜどうこうっていう、その未来の先のことを聞かされてると思うんですね。で、その部分に関して、まあ、不明だった点とかがどうなってるのかだとか、まあ、昔テレビ出演した件だったとするのであれば、日記とかつけてなかったら、どういうような言葉を受け答えしたかをつけてなかったら、映像を、再生、2回目再生したら、その部分が変わってるだとか、これ、テレビ局の番組に関してはそういう仕掛けがあります。だからもうこれ3回目になったらどうなるかとか、さすがに全ての部分が変えられることはないんですけども、CM に関しては、テレビ局の制作ではないですから、メッセージ的な部分の、CM の、これ誰かに向かって言ってるなっていう部分に関して、まあそれは、僕宛てのメッセージのはずなんですけども、まあそれに関して何回再生しても変わらないっていう部分が、CM では今のところそう確認されています。違う例が出てきたらその時またお伝えしようとは思ってるんですけども、本当のことだけで物事固定しなかったら世の中もどうしようもなくなってしまいますので、まあその映像送られてきた映像と、その文章、説明文章がありますので、まあ、数枚程度です。10枚ないです。ですので、まあ、それ見てもらって、どういうような状況だったかっていうことを理解していただけたらなと思います。一時期、確か、徹子の部屋っていう番組なくなってたと思うんですよ。だからもう、それでも、黒柳徹子さんはもう出て、あの番組もなくなってたと思うんですよ。もう何がどうなってるのか、まあテレビのニュース自体、能登半島の水害の映像に関しても、去年でしたっけ、今年でしたっけ、本当に最近流してる映像、能登半島の映像に関して、河川の氾濫だとか、なんか以前見たことある映像とかあったんですよ。だから、その辺のことについても、まあ、相談できる相手がいたらいいんですけども、まあ、とにもかくにも、裁判所を通して、佳子さまたち宛てに送った内容で、明子さんたちも確認してもらって、まあ、まあ、今のところ、11月ぐらいをめどに、秋篠宮邸へ行こうとは思ってるんですけども、まあ、誰か対応してもらえませんかということで、まあ、またそれは日程が決まったら、郵便物で郵送しようとは思っています。まあ、
裁判所の、例えばこの間報道聖書に出ていた栗山英樹さん、まあ、去年のワールドベースボールクラシックの監督をしてた人ですけども、まあ、その人たちとの喋っている受け答え、まあ、松坂大輔元選手に関しても、まあ、じゃあ僕は行きますとか、僕は会いますだとか、まあ、そういうようなワードを みんないっぱい言ってるんですよ。だけど、まあ、まあ、時間指定がこの間あった18時に関して、小泉進次郎氏、彼も、結婚問題のことをテレビに向かって、言ったときに、それなら私が言いますって、さっと言ってくれたんですよ。だから、この間来たのは、佳子様なのか、まあ、意図的にちょっと佳子ちゃんって言っておきますね。あまりその様で、あとは敬語ばっかりで話してたら、なんかこう人間関係、上下関係だけで、なんかこうせっかく仲良くなった部分とかがなくなって、こう話が進まなくなったりしないですか。なんかまあ、あまりそういうふうな関係になりすぎても、まあ、どうでもいいやみたいな形になってしまう。これは、上下関係だけじゃなくて、まあ、先ほどのテレビ局の映像とかに関しても、まあ、普通の人間だったら投げ出すところを、投げ出さない、さらに追求していく。追求っていうのは誰かを責め立てるんじゃなくて、この映像が変わる状態、これ絶対無理ありますよ。お互い喋った内容と、あと未来の時間軸から聞こえてきてる動画を再生している時の僕と受け答えしてる部分もあって、何かこれしっかりとしたルールをコンピューターの世界でも作らなかったら、これはこれで無理があるかと思います。で、その能登半島のね、その水害に関して、これ以前のでしょっていうのは、その報道ステーションの方だったと思うんですけども、2024年ののところでも次の場面に変えられるんですけども、消防隊員か警察官の人たちがまだ言ってきようっていうことを言ってるんですね、現場で。でそれで次の画面に飛ばされてるんですけども、それ去年も見たなと。で、か、もしくは今年、石川県能登半島で水害ありましたでしょうかという話になってくるんですけども、あまりにも事態が複雑化すぎると、何年も前の映像を混ぜられたりしてる戦争のフェイクニュースも、未だにあると。だから、非常にこう無駄が多い。で、再放送の画面に関しては、ね、何年何月の映像ですだとか、以前はそういうように放送していたのが放送しなくなったと。で、その辺のところについて、だからまあ会社法で考えたら無動画面でもテレビ局に責任がありますと。で、まあ、現場の方はどうなってるのか、それも本音のところでもちょっと知りたい部分あるんですよ。この映像に関して、例えばニュースに関してなんですけども、これが何年何月の映像ですとか、その災害情報の映像に関しても、今多分膨大な量になってると思うんですよ。それで、人間の方で管理ができてるのかどうか。で、昔はその何年何月発生した映像ですとかがあったのに、その字幕は何年ぐらい前からなくなりましたっけ？まあ、そういうことも含めて、まあ、秋篠宮邸に行ったとき、まあ、まあ、その辺のところは、こっちはこう思ってるとか、まあ、その程度で、まあ、でもいいんですけども、まあ、その、まあ、結婚問題の件について、結局、佳子さんは僕のことをどう思ってるのか、佳子ちゃんは僕のことをどう思ってるのかだとか、
まあ、その辺のところは、イエスかノーかとか、そういう話でしょうし、であと河川水門外式生発電のことに関してもなぜ、なのかというところで、以前ね、菅さんが官房長官、安倍政権の時に官房長官でその後総理になりましたけど、官房長官の時か総理の時かどちらかの時に、ある程度の説明を何かしてたと思うんですよ。で、多分2015年ぐらいに河井案里さんが僕の家を訪ねに来た時に、当時河井法務大臣という男性の方がいらっしゃって、その人ももともと1997年8年ウルスラパークのランドマのパントリーで僕と会って話しています。で、まあ河合安里さんはその時仕事の件で来ましたっていうことをおっしゃってたんですよ。で、どこの誰かは分からなくて、で、まあ、国会議員っていうことは名乗ってくれてたとは思うんですよ。ちょっとまあだいぶ前なので記憶はあやふやなんですけども、でその時僕が受け答えしたのは、いやこっちはあの結婚問題だっていう、先に結婚問題だっていうことになってますけどもって、そのテレビの受け答えでは、まあもうその辺ももう皆さん全員でワンセットにしませんか、国会議員の方たちも、まあ佳子さまも、一応まあ佳子さまもあの動画で、僕からの勧めですよ、あのエネルギーの残存量問題の総裁になった方がいいっていうことを、まあ以前から動画でも言ってるわけじゃないですか。で、高島彩ルート宛ての SD カードで言ってましたっけ、あのこんな公務してたら多分怒られるっていう、その一般人から見たらどう見える、ああ見えるっていう第三者の視点から見た時に、これ言ってましたっけ、これ言ってる時と言ってない時だったら僕の見てる時の感覚とか送ってる心の声全然違うんですよ。だから見るべき人が見たら、何なんだこの公務はって、これは公務仕事と言えるのかっていうような内容っていうのが、結構あります。で、まあこれはもう本音で言った方がいいです。で、まあもともとあの関わり合いがあった人間だからこそ、言った方がいいっていう部分があります。じゃなかったら関わり合いのない人ってまず伝えることができないじゃないですか。なんかまあ客観的に見られた時にどう見えるかっていうことを伝えてなかったら、それがずっとエスカレートしていってしまいますので、で現状の状況を考えたら、まあ、エネルギーの残存量問題の総裁になった方がいいに関してのあのまあ、とある動画で、なりますとか、エネルギーの残存量問題の総裁になった方がいいというその心の声に関してもなりますっていうことを言ってまして、まあまあ一応それ見て僕もホッとしてるんですよ。あのちゃんとエネルギーの残存量問題、いやこれね、あのそういう文言とかが返ってこなかったらこれ見ていてホッとできるかっていうと全然ホッとできないんですよ。いやもうテレビ局の放送自体はこの状態ですから。で、まあとりあえずその裁判所の方から送られてくる郵送物に関して、まあ先に、お伝えしておきました。まあ、それ見ていて、いただけたらなと思います。その裁判所を通して僕が指定してたのはその佳子さまだとか、まあ、佳子さまを通して、まあ、小室眞子さんだとか小室圭さんだとか、悠仁さまだとか、あのまあ、そういうふうな形にはしています。まあその悠仁さまの場合は若いうちから裁判に関わっていた方がいいと、その全く裁判の経験がなかったら、まあ僕みたいにいざ自分でどうしようっていう時にもうあれもこれもこう手探り状態で進めていかなければならない。で、自分が裁判した時にその記録をつけておけばどういうふうな手続きをしていくだとか、あの裁判とはどういうものなのかとか、だからまあその辺のところ六法全書を見たらだけだったらちょっとこんがらかったりする部分あるんですよ。その書いてる文章を読んだ時に、うん、まあ
まあ、心理とかについても当事者同士の、意見だとかそういったものも反映されるはずなんですよ、法律の内容を読むと。で僕はまあ審理についての書面がああいうふうな形でまあ提出していたと、まあ、順番の形式でいうと、また新しく提出した書類の内容の方で合ってるとは思うんですが、まあ、一通り目通しておいていただけたらなとは思います。まあまあ、悠仁様の件に関しては、その、文人様とか、紀子様が、ご判断されることだと思いますけども、僕も今、その、18歳以上が今、成年なのか未成年なのか、ちょっとよくわからないんですよ。これもう、テレビの放送を見ていて、その、何が本当で何が嘘なのかもうわけわかんなくなりまして、で僕もその話で SD カードで送って言ってしまってる方なんですよ、高島屋経由で。その海外では18歳以上から成人だっていうような内容をテレビで放送していて、で、まあ確かにこう高校生と大学生のところでこう区別つけたらいいんじゃないかなだとか、まあそういうふうなことがあって、でまあ、国会でもそういうふうな答弁があって、テレビでもニュースでありましたと。で、まあ、18歳以上から何々が認められます、何々が認められませんみたいな話になってるんですけども、それはそれで後からそうなった時に分かったことなんですけども、余計ややこしくなってしまったと。20歳っていうその区切りのいい数字の時にその成人かそうじゃないかっていうその内容を動かしてしまうと、それまでその内容で生きてきた人たちからしたら、他の内容が細かすぎてもう訳が分かんなくなるっていう状態です。でそれも本音で言いますけども、昔もそういうニュース流してませんでしたでしょうか。だからニュースを見て僕引っかかってそういうような意見を言ってこう巻き込まれてる。で、テレビに出てる人たちもそういうケースが多いだとか、まあそういうふうな話も聞いたことがあります。まああんまりにも話が、長く続くと、ちょっと永遠と話が続いてしまいますので、もうこれぐらいにしておきます。まあとりあえず今日、裁判所に、書類や、動画を提出して、それをある程度説明つけた文章を作って、提出しました。あとはもうスポーツの部分に関してもこれね、僕からしたら高島アナウンサーにそのスポーツの勝ち負けとかも、僕が行ってる部分のことについて、まあ証言者として言ってもらった方が、費用倒れ云々とかが結局その後そのお金の件に関して普通に例えば昔だったら、例えばもう現在お亡くなりになりましたけども、吉田芳雄さんっていう人が阪神タイガースにいたんですよ。現役の選手の頃はショートを守っていて、牛若丸って呼ばれていたんですけども、その人が僕は20歳ぐらいの頃、1985年の阪神タイガースの優勝の件ですよ、お金払うっていうことで来てくれてたんですよ、フルーツアラパークに。だけどその時、まあ、仕事場でこう、まあ、走り回ってるというか、でお金を払うっていうことで来たんだけどもっていうことをおっしゃってくれてたんですけども、何か覚えてるとか、もうそこからの話で、とても仕事中にその辺のところを見た話ができる状態でもなかったと。まあだから本当は裁判所通すと訴訟費用とかがかかりますから、だからまあもう普通に尋ねに来てもらってお金支払ってもらったりしてもらう方が本当はいいんですけども、まあ、今ここの動画で言っていても多分、まあとにもかくにも、今のところはこちらはそういう、まあ段取りというか対応というか、まあそういうわけです。まあ、だからこの間来たのは小泉進次郎さんだったのか、それとも佳子さまだったのか、多分そのどちらかだと思うんですよ。まあワールドベースボールクラシックの監督でした栗山さんも、ワールドベースボールクラシックが開かれる前に鳥貴族の前に来てくれてたんですよ。で僕に、あの人は声かけれ
ってるんですよ、僕に。ほとんどの人間は僕に声をかけることができてないんですよ。一人ですよ。一人で来た時に。一人でいた時に。ほとんどの人間は複数の人間でいて、その人間同士でこう、ごちゃ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 いろんなこと言ってますから、中にはそのテレビ局関係者の人たちも多分かなりいたと思います。で、実際に喧嘩を売ってきた人間もたくさんいるんですけども、ジャニーズの人間とかで。まあ別にもうその件は、一旦もうそれで、いいとして、まあ、実際そういうふうな記録っていうのはつけてますから、まあまあ、ジャニーズもああいうふうになりましたし、で、まあ、その、よくわからないのが、なぜ誰も僕に電話をかけないんだろうって、確実に会う手段、イコール電話であると。で、なぜこうみんなその行動を客観的に見たら行動が絶対おかしいわけじゃないですか。元々阪神・淡路大震災の被災者家屋全壊であったと。このわけのわかんない遠距離からの参勤交代とかをずっとするぐらいだったら全員その交通費を僕の口座に振り込んでいたら多分家建てれてると思うんですね。で、元々スポーツの勝ち負けに関しても今さっき聞こえてきた電波の声は、いこわっていう声で、多分これ、記録なんじゃないかなって思うんですけど、福本豊さんの声ですね。だから、そう昔フルーツがパークに来たことはあったんじゃないかなとは思うんですけども、阪神タイガースの元選手じゃない人で、南海ホークスだったかな、まあ、複数の球団移動されてたと思うんですけども、まあ、世界の通り王とか、まあ、そういうふうな呼ばれ方をしていた人なんですけども、まあ、世界でメジャーリーグとかで探したら、1年間でとんでもない盗塁数をしてる人は、他にもたくさんいらっしゃって、まあ、70盗塁以上をしてる人とかもいるんですよ、メジャーリーグで。で、そういう、まあ、仕組みはなんとなくわかるんですよ。打者に頭の中とか渡さないで、足の力とかを、走者の人間に渡しておく。もともと足の速い選手に。で、それを徹底して行えば、まあ、大体セカンド行けます。近本選手や中野選手であれば、阪神タイガースで例えるとですよ。だからバッターはそれまで、この話はやめときますね。話が、過去様たちからだいぶ、されてますんで。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。